万葉線の利用率は最下位、廃線やむなしとの声が上がった。そんな中、立ち上がった一人の男がいた。島正則、小さな洋服店を経営していた。万葉線で店に来てくれた客も多く、存続の声を上げた。何より子供の頃から慣れ親しんだ万葉線に愛着があった。まあ民間の会社は、撤退したい。でも地域とってはやっぱりこの、普通であれば住民の足、公共交通機関としても必要だろうし、ぜひ残してほしいなやいう。島たちは沿線の公民館をしらみつぶしに回り、路面電車の必要性を訴えた。すると、ぜひ電車を残してくださいと訴えるお年寄りが次々と現れた。種池静江さん、重い腰痛があり、万葉線を使って病院に通っていた。当時、高岡市内では医師不足のため、5年で5つの病院が閉鎖。遠くの病院へ通うために万葉線はお年寄りにはなくてはならなかった。私らはもう運転免許持ってませんから、まずどうしよう思ったですね。なかったら本当に困ります。島の訴えを聞いた市民の間で万葉線の存続を求める署名が集まり始めた。その数は2万7千を超え、沿線人口の半分に及んだ。島は市に訴えた。鉄道は未来の財産です。たとえ赤字になったとしても残す価値があります。そして日本の路面電車では初めて行政と民間の共同運営で存続することが決まった。種池静江さんは2年前夫が脳梗塞で倒れ、さらに病院に通う回数が増えた。万葉線は命綱なのだ。私らはもうこの電車しかないですもんね。バスもないですし、これ一本ですから、本当に良かったな。だからもう本当に今は感謝してます、はい。その後万葉線への愛着が強まったことで、車をやめ電車を利用する人まで出てきた。存続運動から13年、利用者は2割増え、万葉線は120万人の足となった。